こんにちは、ヘアカリスの金部です。今日の内容はですね、仕事がちょっとお休みになったりとか在宅になったからカラーをちょっと明るくしようかな、そういう風に美容室で相談したら、じゃあ白髪も目立たなくなるからダメージ少なく明るくなるからハイライトがいいですよ、そういう風に提案されてやってみた。だけどもなんか派手でイメージと違ってて困ってる、そういう大人の女性に向けての内容です。で、後半はですね、美容師さんに向けてこういう場合のケーススタディのお話もしたいと思いますので、ぜひ美容師さんも最後までご覧ください。結論からお話するとですね、あなたの気になっているハイライトっていうのはブリーチがされすぎてしまっている可能性が高いです。あとは入れ方がラインが太かったりして入れ方にちょっと難がある可能性もあります。両方の場合もあるんですね。で、同じ悩みのお客様がですね、僕のブログをご覧になって、あとはインスタグラムなんか見てくださってご来店いただいたので、あの写真にご協力いただきましたので詳しく解説していきたいと思います。お客様ご協力とご来店ありがとうございました。はいですね。で、お客様のカラーのビフォアがこんな感じですね。結構上から太くなってますね。派手に見えると思うんです、まあ、ちょっと明るくしたいって言ったけど結構目立つ。で、上から見るとこんな感じなんですよね。ラインが数えられるぐらい太く入っちゃってますよね。で、こうなってしまうと、まあ、いくらお仕事が例えばお休みの時だったりとか在宅とはいえ、ちょっと出かける時に気分下がりますよね。あとはなんか服装の雰囲気が全然合わなくなったりとか、メイクの感じとかが合わなくなる、そういう大人の女性の悩みって結構多いんですよ。なので、あのお客さんの場合お仕事にまた復帰されるってことだったので、あの目立たなくカラーをしてほしい、そういうご要望でしたので、こんな風に直させていただきました。ビフォーアフターで見ると、まあ、かなりね、以前ビフォーが派手だったんだなっていうのが分かると思うんですけれども、あのこういう失敗多いんですね。で、インスタなんかで流行っているので脱白髪のハイライトみたいな感じで美容師さんからよく提案されることあると思うんですけれども、やっぱりこういう事故をぜひ防いでほしいと思うんですね。お客様からも美容師さんに向けて3つちょっと確認してください。1つ目が明るくなりすぎないかどうかっていう確認、2つ目が表面からバキッと入りすぎないかっていう確認で、3つ目が本当に大丈夫ですかっていうことを、あの不安な方は確認してください。あのしないとですね、やっぱり美容師さんも自分のイメージでやってしまうと、美容師さんの頭の中ではちょうどよかったけれども、お客様の気分に合うかどうかっていうのはそれはちょっと難しいんですよね。なので、あのそこをぜひ確認していただいて、少しでも事故が起きないように、あのお客様の方からも、まあ、ディフェンス力を高めるといいますか、そういうきっかけにしてほしいなと思います。本当はそんなことしなくても、どこの美容室に行ってもあのお願いすればいい感じになるっていうのが理想なんですけれども、意外とこういう事故って多いんですね。毎日のように僕ブログ見てくださって新規の方いらっしゃいますよ。なのでそういうのが起きないようにですね、あの動画で参考になったら嬉しいです。まあ実際今そうなってしまったお困りの方はですね、あの概要欄ですね、 LINE のリンクが貼ってありますので、そちらからあのもしよかったら相談してください。あのアドバイスだけでもよかったらあのしますので、あ気軽にそこはご連絡いただけたらなと思います。大人の女性ほど明るくなりすぎには要注意、ハイライトの事故特に増えてます。美容師さんはブリーチをですね、単品で使うっていうのをちょっと気をつけた方がいいと思うんですよ。っていうのもですね、あの結構全体を明るくしたいとかだったらブリーチ単品で 6% でってフルパワーが必要なことももちろんあるんですけれども、大人の女性の髪の毛でハイライトでベースの明るさはこれぐらいだとして、コントラスト、ハイライトこれぐらいつけちゃうと、やっぱり派手な色が好きな人以外は NG ですよ。なので、あのそう抜きすぎないっていうのを大事にしてほしいんですけど、でもそれで抜けなかったらもっと困るんだけどって方もいらっしゃると思うので、あのですね、セミナーとかブログでもよくお話してるんですけども、こんな風にあのライトナーとブリーチ、あの LT と LT がライトナーですね、で PW っていうのがパウダーブリーチの略なんですけれども、ライトナーとブリーチを混ぜて調整するっていう方法を僕はよくお客様にさせてもらってます。このメリットっていうのはですね、あの明るくはもちろんなるんだけれども、ある程度でストップしてくれるんですね。でリストの投与番号である程度まで通ります。ただ真っ暗なグレーカラーとか残留ティントが超濃い感じだとやっぱり抜けにくくなってしまうこともあるので、あくまで目安で使ってほしいんですけれども、やっぱりブリーチを使うのが不安だったりとか、どうしても抜けすぎてしまうって場合は、あのライトナーと組み合わせて使うことをおすすめしてます。僕よく使うのは5対1から7対1ぐらいの間ですね。で使うと、あの大人女性のワンメイクのバランスと非常によく合うバランスで明るくできますので、ぜひやってみてください。で、最悪ですよ、最悪もし失敗してしまった、先ほどのこちらの写真のように失敗してしまったら、まずお客様にお詫びして
その場で直してあげてください。でハイライトの直し方なんてわからないって方も多いと思うんですけれども、こういうふうに太く入ってるんだったらもうそこをすくい取ってですよ、すくい取ってナチュラル系だけでトーンダウンしてあげれば OK です。最初色とか分かりにくいと思うので、まず N 系だけでいいと思います。 N6 とか N7 を使ってトーンを下げてあげましょう。で暗くするとき、3レベル以上トーンを下げるときっていうのはオレンジ味を足してあげないとすごくくすんだ色になったりとか思わぬ色にブレてしまうってことがあるんですね。なので3レベル以上暗くするんであればカッパーの8を 10% ピグメンテーションっていうんですけども、赤みを補いながらトーンダウンしてあげるとすごく自然に馴染むようになりますので、赤がないのがいいんですけれども、もし事故が起きてしまったときにはそういう対応の仕方もあるっていうのをぜひ覚えておいてください。僕も先ほどのこちらの写真のお客さんの場合はそういう N を使ってですねトーンを抑えて目立たなくしています。もちろんちょっと足とか混ぜてるんですけども、基本 N だけでも大丈夫です。いつも何歳からでもヘアカラーが得意になれるっていうテーマですね、僕髪トレドリルってものを毎月2回配信しております。これはですねカラーの勉強を一からし直したい方だったりとか、ブランクがあったりとか、美容師に復帰したけどカラーに不安があるっていう方、もしくはそういう方をですね雇用されているオーナーさんに向けて1日5分でヘアカラーの勉強ができるっていう内容になってます。で真面目な方ほど1時間2時間時間を取らないと、時間を確保しないと勉強できないって方多いんですけども、そんなことないです。寝る前5分でもちょっと見直していただいたりとか、問題解いていただければカラーの勉強にグッとなりますので、概要欄ですねそちらにリンクが貼ってありますので、詳細読んでいただいてぜひ申し込んでください。で毎月マンスリーセミナーを開催しています。今月はですね失敗しない脱白髪染めっていうテーマでですね開催しますので、そちらの詳細も概要欄からぜひチェックしてみてください。ご参加いただけると嬉しいです。その話をまとめると、明るくなりすぎてしまったハイライト、思ったより明るくなってしまって困ってる方に場合はすぐ直した方がおすすめですね。ちょっと明るくっていうのがちょっとニュアンスが伝わらないことも多かったりするので、ハイライトは明るくなりすぎないこと、表面から入れすぎないこと、あとは本当に大丈夫かっていう確認をですねぜひ美容師さんに、お客さんの方からも不安だったらしてください。美容師さんはハイライトを太く入れすぎないようにライトナーとブリーチを混ぜて調整しましょう。でもしハイライトを抜きすぎて失敗してしまったら N とカッパーの組み合わせで直せばOK です。 OK というか事故を起こしていけないんですけども、起きてしまった時の対処法として覚えておいてください。はいですね、で今日の動画が参考になったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。